ハローデブリはデブデブどうも待たせたな。今日はね、じゃあ誰が来ないですか。悪いよ、タイチ。あ、そうなの。まあ、今日ご紹介、今日もね、またね、商品紹介になってくるんだけど、またね、ラーメン、またラーメンやります。まあ、ラーメンが多いんだけど、これね、長門さんにもらったんですよ。北海道のお土産で、もらったラーメンが残ってたので、これやります。はい、エースコック焼き豚入り醤油北海道限定大吉となってます。これなんかおみくじがついてるんだよね、はい、これをね、やっていきたいと思います。じゃあ参りましょうか。開けます。おみくじ食べるときや。これさっきやんの。いや、これいつもかにやるな。さっきやんのこれ。どうやってこれ北海道の皆さん。いつやろうこれ。どこでやるか。もうとりあえずのりでくじらこれ剥がしましたよ。これちょっと後でやりますね。はい、じゃあ中どうなってるのかな。はい、開けます。作ってんのどこ。大阪吹田市や。そうなの。大阪、はい、開けます。熱湯3分。開け、夢の扉。おう、粉末スープと火薬やね。うん。はい、開けです。はい、じゃあ入れてきます。寝返りしそう。最近は喋るわ。はーい。え、わかる？あ？で、おみくじ。まだわからん。おみくじってだから今剥がしたやんか。どこ？これ、これあるやん、これ。あ、これやったんか。うん、これやで。そういうことね。なんかあれ、かまぼこになんか大吉が。そんなギミックなんやろ。ラン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 はい、じゃあとりあえず3分測りたいと思います。スタート。はい、でね、それだけじゃ足りないんでね、カレー飯を作りたいと思います。お前どっち食べる。え、食べていいの。いいよ、またこうだよ。どうちゃん、うん、まあこっち普通のカレーやわ。こっちはちょっと変わってんな、シーフードやわ。あ、シーフードがいい。うん、これ今むっちゃ人気やで。これもツイッターで、もう運転手みんなこれ。お、あ、寝返りできてました。番外編だ。こっちから開けよっか。じゃあカレー飯ね、これまだ見てない方、僕ね前2回ほど撮ってますけどね、はい、これなとっても美味しいんで、まだ見てない方はそっち見てください。今日はね、メインはあのさっきのね、これ大吉ラーメンなんで、開け夢の扉。これむっちゃいいっすよ、これ。はい、中こんななってます。このね、カレーのルーのブロック、キューブが入ってるんですよ。そうなんや。で、1回多分ね、あのご飯ね、ご飯を乾かしてあるやつね、まあ米じゃないんだけど、うん、これが入ってるんだよね、うん、開け夢の扉。こっち普通版ね、うん、こっちの方が若干高い、数円高い、シーフードの方がね。あ、そうなんや。はい、じゃあこれもう入れます。お湯足りる？は？足らんか。それも3分？これ5分。あ、5分。うん。はい、お湯入れました。じゃん、おー、うん、じゃあこれは3分経ったら、あと2分追加で測ります。
間違うて再沸騰してしまったわ。ああ。沸いた。スプーンあるんけ。スプーン買うてへんじゃん。買ってない。ほんま。箸あんねんな。箸ある。どこやけ。下。ここ。うん。これか。スプーンなんもないやんもう。ピンチ。かん。だだだらりなぷりなぷり。よいしょ。お、5、4、3、2、1。はい、できました。で、こっち2分後ね。はい、できました。じゃこっちね、カレー飯はね、5分なんで、あと2分計ります。こっちよいしょ、オッケー。はい、じゃあね、おみくじ先に開けたいと思います。これなんだろうね、おみくじね。じゃーん。あ、なにこれ、大吉食べて運試し。ん、残念、外れです。どっちだ。外れですって書いてるじゃん。なんだ、大吉食べてってこれ、これラーメンが大吉って名前ってことね。あー、なんだ、期待しつつ。なんだ、そういうことか。はい、じゃあ早速食べたいと思います。開け、夢の扉。箸です。ん、あ、袋いくらは？はい、こんな感じですね。まあパッケージはこんな感じ。まあ先に見せろって感じなんだけど、はい、北海道 新幹線開業 PR キャラクター、どこでもゆきちゃん。へえ、ゆきちゃんね。なるほど。でーんと、さんの好きなゆきちゃん。え？あぐら少女？アグラ少女？いや、ピョンギチヤン。なるほどね、結構具が入ってる感じかな。うん、ナルトも入ってるね。はい、じゃあ食べますか。ちょっと多分ね、シンプル系の味だと思う。麺いきます。いただきます。うん、お、できたできた。うん、まあ置いておく。はい、カレー飯できました。うん、カレー飯ちなみにね、できたらこんな感じで混ぜるんだけど、うん、なんていうかな、あんまりできたてだとシャバシャバすぎるから、ちょっと置いといた方が僕は好きかな。全部吸わして固いカレーにした方が好き。うん、うん、なるほどね。これなんか醤油系の、醤油じゃないな、醤油で胡椒が入ってる感じの味かな、若干。うん、なるほどね。あー、あ、カップラーメンだって感じの味だね。へえ、昔のやつだ。食べる？うん、うん、お麺は？お麺？うん、
うん、してへんの？よいしょ。お召し上がりの直前によくかき回してください。なんかお湯入れすぎたかシーフードの方、なんかそんな気がする。線見えにくかった。まあ江戸、栄養心だった。いただきます。はーい、目太いな。嫁が食べます。美味しい？美味しい？昔の味やな。うん。懐かしい。ね、ね、好き。これぐらい。ああ。うん。これが好き？うん。うん、ほそしい。な、ええな。うん。はい。しんどいか？ん？しんどいか？しんどいの？ちょっと待って。嬉しそうやで。うん、うまい。動きたいねんな、進みたいねんな。よし、こっち向いてた。こっち向いてる。うん、さっき。うま、腹減ってるからな、でもうまい。昔あの野菜多めの、うん、あれ、うん、何だっけ、よう食べるやん、パパ。え、温野菜たっぷり、うん、あ、全然味ちゃうやん、塩すがきやとちゃうで。うん、全然ちゃう、すがきやとは全くちゃうよ。そう、うん、はいはい、ちょっと待ってな。見てんの。パパ見てんの。嬉しいの、喜んでんのか。パパ見てます。美味しいわ。うん、美味しい。携帯越しに見てる。うん、パパ映ってんな。肉入ってますけど。あ、入ってた。うん、まあ、若干美味しいかなみたいな。普通のカピカピのチャーシューよりもちょっと美味しい、うん、ちょっとほんまに美味しいこれ、うん、若干、うん、レトルト系の入れる具じゃなくて乾燥してるチャーシューの中では結構うまい方。へ、脂身の味がするわ、若干な。うん、ママ何してんのって。うん、うんちした？ちょっと匂う。はぁ、カレー食ってんとき何？お前、うんこ食ってんときにカレーの話すんな。逆うんこ食ってるとき。
やっぱね、シーフードの方はちょっとね、お湯入れすぎた感あるね。ちょっと柔らかいね。ちょっと腹下してるかな、これ。ヨーグルト期限切れてた系かな、これ。昨日の夜のビフィズス菌が生きて腸に届いちゃった感じかな。対してこっち普通のカレー飯、あ、こっちちょっといい感じだ。こっちちょっと健康回復したね。下痢止め効いてきた。うん、いやでもちょっと消化不良だね。ちょっとね、中ね残ってるね。うん、はい、じゃあね、とっても上手にできてるにゃん。じゃんじゃじゃーん。三重県伊賀市にお住まいの YouTuber の半生くん、とっても上手にできてるにゃん。みーも食べたいにゃん。ロケット団のニャス？あ？ちゃうで、ニャンチュやで。ニャス？ニャスか。うん、美味しい、バッチリ。こっちもちょっと暮らしてる方行こうか。シーフード、うん、うまい、うん、まっ。イカせんバリバリバリ入れた感じやな。へー、うん、柔らかい、柔らかい。はい、じゃあね、長門さんにもらった北海道のお土産のこうね、大吉ラーメン、これの、ね、そろそろ食べやんとなってことで、ね、食べてみたんですけど、まあそれプラスね、こうカレー飯も楽しめていいかなみたいな感じでございます。お手軽にね。うん、やっぱ懐かしい味やね、これね。昔のラーメンって感じの 味ですわ。なんやろね、エースコックのスーパーカップ醤油味の味かな。まあ同じエースコックやもんね。うん、そんな感じですね。ちなみに嫁がちょっとカレー飯初賞味なんで、それも取りたいな思います。え、うん、はい、うん、生きる、うん、はい、カレー飯で食べてみて。嫁初です。お湯でできるカレーライス、これね、今大ブームですからね。まず普通の方いきます。おー、おーい、うん、うん、おいしい。うん、ソースうん、めっちゃおいしい。そやろ。さあシーフードの方は、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じです。シーフードの方を、うん、はい、どうぞ。何してんの。うん、ほんまに、うん、言ってたみたい、ぬかのせんべい入ってるみたい。おう、美味しないの。え、美味しい、美味しい。そうな、声のトーンが下がったからな、うん、どっちが好き。こっち。あ、そう、みんなシーフードの方が好きって言うんけどな。うん、まあカレー感はそっちやわな。うん、うん、すごい、なんかソースって感じ、ソースがなんかすごい、美味しいかな。なるほどな。こういう味の濃いカレー、コク、うん、何点。これめっちゃええんじゃん。90点ぐらい。ほう、どっちがん向こうは。いや、点数。おう、うん、どうしてカメラ触んの。カメラ触んの、どうしたん。ちっちゃいおちちでカメラ触んの。どうした。真っ暗。一緒ぐらいかな。一緒ぐらい、うん、90点なるほどな。どっちも美味しい。たまにこっちみたいな。うん、なるほど。メインこっち。うん、
うん、なるほど。ちょっとね、僕ね、やってみたかったのがあったんでね、今日ちょっと試してみますよ。これね、両方美味しいでしょ、うん、これね、合わせてみたらどうなんねやっていうね、検証もちょっとやってみたいかな思ってね。イカはあっさりしてんな。あ、そう、うん、あ、イカっていうかシーフードか、うん、はい、じゃあシーフードと、ミートフードいきます。両方食べたらどうなるか。あーん、うん、なるほどね。なんかね、別々で食べた方がいいね、やっぱり。あ、そう、どうしてもカレーの風味が死んでくるわ、シーフード混ざると。うん、うん、ちょっとなんやろね、うん、カレーの味よりも魚介の味が勝ってくる感じかな。はい、そんなわけでね、今日はこの半分カレー飯の動画みたいになってしまいましたけど、爆発的人気なんで、カレー飯も何回やってもええわ思ってね。今もうツイッターこればっかりやもんね、うん、もう革命ですこれは。はい、でラーメンも美味しくいただきました、永田さんありがとうございます。はい、またね、皆さんからの、ね、いろんなねお土産とかね、だんだんね紹介していけたらなと思いますんでね、まあぼちぼちいろいろね、いただき物溜まってるんですけど、食べていきたいなと思います。はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。 See you next time! バイバーイ。